はい、どうもこんにちは、鉄坊主でございます。いつもひま坊主チャンネルご覧くださいましてありがとうございます。このチャンネルでは、鉄道のニュースを主に話してるんですけど、たまに YouTube のことを話したですね。私のが YouTube やってて思ってることとか、なんかあったりしたこととか、そんなことたまに話すんですけれど、今日もちょっと YouTube の話をねしようかなと思います。で、今日はですね、YouTube の収益化条件緩和についてっていうお話でございます。ニュースとかにもなってて、もしかするとご覧になった方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ちょっと条件が変わりました。ただこれまだ日本はまだなんですけどね、ちょっとこれについて多分おそらくも日本も近いうちに適用されると思うんですが、ちょっとこれについてお話をしておきます。で、現在の、旧って書いてますけど、日本においてはこれまだ現なんですけれど、YouTube から収益もらうためには、登録者1000人以上で、過去1年間の総再生時間が4000時間以上で、もしくは、ショート動画だったら過去90日で、再生回数1000万回以上ということで、ショート動画で1000万回とかちょっと考えられない数字なんですけれど、ショートについてはちょっとショートについてはあとでお話しますかね。はい、っていうのが今までの条件、日本においてはまだこの条件のままです。で、新しい条件がもう、すでにここカナダではね、これ適用されてます。日本と、アメリカとカナダと台湾と韓国と、あとまだどっかあったかな、なんかそんな感じですね。アメリカ、カナダ、台湾、韓国、これは間違いなかったと思います。これらにおいては新しい条件として、登録者500人以上で、過去90日で動画3本以上をアップロードで、過去1年間の総再生時間が3000時間以上、もしくはショート動画で過去90日間で300万回以上という条件に、緩和されました。こういう条件、ただね、ニュース見てるとこれだけ、ここの部分が書いてあって、よく分からないように書いてあって、実はYouTube から普通に広告出て収益もらうのは、別にカナダだろうがアメリカだろうがこっちのままです。で、過去500人以上90日3本、この新しい条件が適用されるのはメンバーシップ、ショッピング、スパチャ、スーパーサンクス、スーパーステッカーとか、こういう類のもので、ただ動画を出しただけで、入ってくる収益っていうのはやっぱり1000人以上で4000時間ないとダメなんですよ。で、今までと一緒で、500人とかっていうのはそのメンバーシップを組む、メンバーシップも私はやってないですけれど、現在のところは、ちょっと将来的にはまだわからないですけど、現在のところメンバーシップっていうのはやっておりません。やった方がいいんじゃないですかっていう声はよくお聞きするんですけど、いろいろ考えてるんですけど、ちょっとまだ、結論には至っておりません。で、ショッピングっていうのは、自分の、ブランドのものを売る、っていうのがあるんですね。ショッピングっていうのは YouTube の中でやるっていうのがあるんですよ。で、これとは別に、ショッピングっていうのもあるんですけどね、これもアメリカとか、これもアメリカと韓国だけかな、そのショッピングっていうのができるのは、そういうのもあるんですけど、ただそれは2万人以上かなんかっていうのがあるんですけど、ショッピング2種類あるんで、これもちょっと私はやってないんですけれど、ただね、チャンネルがね、これ公式チャンネルとかそういうのかな、公式というか音楽チャンネルだと登録者2万人以上で、アメリカか韓国に住んでて、その音楽をやってて、で、そこで物を物販するっていうのもあります。ただ普通に例えば T シャツ作ったりとか、アクリル、アクスタ作ったりとかっていうのは、普通のショッピングで、これ500人以上からできるようにな、アメリカとはカナダではできるようになる。日本も多分近いうちになると思います、おそらく。新しい YouTube の新しいものが出ると、大体この北米が先に出るんですよね。で、その後に他のところが追随していく。アジアでは今回韓国と台湾が先行してますけれど、おそらく日本も近いうちに追随するのではないかというふうに考えております。はい、なのであくまでこの500人とか90日で3本とか3000時間っていうのは、やっぱりこの全部広告が入るって、広告収益じゃなくて、この新しいもの、新しいというか、これメンバーシップとかショッピングとか限られた部分だけっていうふうになってるんで、ここは注意が必要です。はい、で、新しい、条件になることによって、何が変わるのかということですけれども、もちろんですね、こういった条件が加わることによって、
まあ、あのクリエイター動画を出す人のモチベーションっていうのは上がると思います、うん、新しい条件になったことによって、じゃあ今まではメンバーシップだって1000人いかないとできなかったんですけど、これから500人でも、ね、メンバーシップできるなら頑張って、500人にまで行って、じゃあメンバーになろう、メンバーシップを作ろうとかっていう風に、まあ、なれば、うん、あのそういうことを考えていらっしゃる方だったら、まあ、当然こう下がるわけだし、それにスーパーサンクスとかっていうのは、普通に動画を作っただけでコメントのところにあの投げ銭みたいな感じで、ライブ配信とかしなくてもスーパーサンクスだったらコメントにそういう風に投げ銭機能があるんで、ここでも多少お金がもしかするといただけるのかもしれませんし、まあそういったいずれにしてもですね、何らかの形で500人3000時間、これだって決して簡単ではないんですけれど、こういう風にできることによって、まあ、クリエイターがよし、ここまで頑張っていこうという、まあ、500人が一つの目標になってくる。これまでは1000人いかないと1銭も入ってこなかったんで、500人に到達すれば何らかの方法でもしかしたら収益化できるということができるんで、やはりですね、クリエイターのモチベーションのアップにはつながるし、そうすることによってクリエイターのこうやっぱ裾野がどんどん広がっていく。まあもちろんですね、どんな世界でもそうですけど、上に行けば行くほどですね、ピラミッド、しかもなんか YouTube のピラミッド、なんかこんな感じになって、本当もう先っぽの方とかもう針のようになってますよね。まあ別にそれはまあ野球界でもサッカーでも何でもそうだと思うんですけれど、まあプロね、まあ、もうなんか言ってみればもう、例えばメジャーに入ってる、メジャーリーグに入ってる人がごく一部、大谷選手なんてもうトップオブザトップなわけでございますけれど、日本のプロ野球に、ね、プロに入ること自体がものすごい大変なことなんでね、もっと言えば、ね、高校野球で甲子園に出ることってめちゃくちゃ大変だし、ね、高校野球からセレクションにかかって大学に行けるだって、これだってかなり大変なこと、それだってかなり選ばれた人だと思うんですよ。そういうふうに野球っていうものが、今野球、私が野球好きだから野球の話になるんだけど、野球とかでね、別にサッカーでも何でもいいんですけど、そういった能力を認められて大学に選抜されるってだけでもすごいことなんですけれども、YouTube の場合はそういう明確なものはございませんけれど、一つこの1000人とか、これが今度500人という一つのマイルストーンができるということで、やはりですね、クリエイターの裾野が広がって競争が激化していくと思います。だって やる気になる人が増えるんですから、それだけ激化することは間違いないです。とはいえですよ、メンバーシップとか、ショッピングとかスパチャとか、ショッピングっていうのはやっぱり自分のブランドを作って物を売るっていうことなんで、ある程度そのクリエイターの個性がないと、この人が好きだから、この人好きだから、この人のものを買いたいっていう風にならないと、やっぱり物って売れないじゃないですか。でメンバーシップも同様、メンバーシップで 毎月いくらかずつを払ってメンバーを組むわけだから、でそうすると、毎月毎月を払ってくれば、言ってみればファンクラブに入るようなもんじゃないですか、ね、でそれだからやはりその人クリエイターの、顔出しするしないは別にして、した方がおそらく個性っていう意味で売りやすいと思うんですが、顔出しするしないは別にしてですね、そのクリエイターを好きだっていう気持ちがないと、なかなかこのメンバーシップとかショッピングとか、こういったものにはつながらないと思うんです。スパチャとか投げ銭に関しては、スーパーサンクスですね、コメントライブ配信じゃなくて普通の、コメントにつける投げ銭はスーパーサンクスですけど、これだったらこの動画面白かったですって、感謝して投げ銭してくれる人がいるかもしれないんですけれど、なかなか普通の広告収益と違って意外とこれはできる人が限られると思います。500人に行ったからって言ってメンバーシップを組んでも、そう簡単にはいかないだろうなと。毎月毎月ずっとこう言ってみればサブスクみたいなもんですから、毎月コンスタントにお金を払っていってくれるっていうのは、そう簡単にはいらっしゃらないのかなっていう気はいたします。はい、やっぱりクリエイターの個性がないといけないのかなと思います。で、この条件緩和なんですけれど、裾野を広げるっていうことももちろんあるんですが、これはおそらく YouTube の戦略としてライバーの取り込みだと思います。ライバー、ライブ配信を主にやってる人で、ライバーでしかもメンバーシップの、限られたファンの中コア層の人たちだけを相手にするんであれば、登録者数っていうのは、もちろん大きな多いほどいいんですけど、極端なし、もうメンバーシップで500人とかがっちり組んでれば割とそれで回っちゃう部分はあるんで、なので、ライバーの取り込み、具体名を挙げれば
ツイッチとか、ツイキャスとか、ツイッチはあのゲーム配信者がよく使っているライブ配信のプラットフォームですね。でツイキャスは日本でやってるやつですよね。でこういったところで、YouTube とは別に、ライブ配信に関してはこれを使ってる人、 YouTube のチャンネルがあるのにライブ配信は YouTube じゃなくてこっちでやってるっていう人もいます。ちょっと私は Twitch とかツイキャスとかやったことがないんですけれど、見る限りあのライブ配信とかで投げ銭してもらうと、 YouTube の場合はライブ配信でやって、まあ、私もあのよくいただくんですけどスパチャって、で当然運営が、まあ、YouTube がも 何パーセントか持っていくんですけど、その運営に取られる部分がツイキャスとか Twitch の方が YouTube より条件がいいとかっていう話を聞きます。実際のところいくらかちょっとはっきりは私も YouTube いくらだっけな、あんまりちゃんと計算してないですよね私もね、の方がいいっていう。ツイキャス33割ぐらいだっけ、YouTube 確かもうちょっといいか、40% とか 50% ぐらいから、 50% もいかないか、半分持っていかないか、なんですよね。ですからまあそういったところからの、まあ、シェア拡大っていうのが主に、まあ、もちろんあのマイルストーンを一つ増やすことによってやる気をもっとみんなアップしてもらって、裾野が広がれば広がるほど YouTube をやる人が増えれば増えるほど YouTube は運営は儲かるっていう仕組みになってますんで、まあ、そういうことではないかなと思います。で、まあ、ライバーがたくさん入ることによって、そうやともうあの金銭のこう流れが良くなりますし、 YouTube の方も、まあ、そうすると、まあ、広告で食べてる会社ですから広告も取りやすくなってくるっていうことで、まあ、多分ライブ配信のためかなっていうふうに思います。はい、とはいえやっぱりあの何度も言ってますけど、マイルストーンが一つ増えることで500人を目指すっていうのはとりあえず一つの当面の目標に皆さんこれからなってくると思う。皆さんっていうか新しく始める人は500人っていうところが、これまでは1000人だったけど500人っていうところが一つの目標になってくるんで、やる気はぐっと上がるんではないかと思います。はい、ただし、まあ、個性が求められるということもあるし、いろんな人がこれから入ってくるんで、私もやっぱうかうかしてられないなっていうふうに思います。はい、まあ、これがこう YouTube の収益化条件の、まあ、緩和についてということでございますよね。であとちょっと今日のこの話とは、まあ、SNS のつながりっていうことでちょっと触れておこうかなと思うんですけれど、ツイッターなんかね、これ私フォロワーさんからも情報いただいたんですけれど、ツイッターの、DM がなんか今後なんか今までは受け手の方、つまりまあ今回私は DM をいつもいただこう、たまに私も DM しますけれど、どちらかというといただくことの方が多いんですが、私は DM を開放してるんで、どなたからでも別に DM は今までいただけてたんですけれど、どうもツイッターが、変えちゃったみたいで、相互フォローしてるか、もしくは、送る人かな、DM を送る人が、認証されてない、いわゆるツイッターのなんていうの、ブルーのマーク認証されてないと、認証している自分が認証されてないと人に DM を送れない。つまり、これまで DM って正直なところ私もかなり一日何十通も来るんですけど、よくわかんない DM がいっぱい来るんですよ。もうまあはっきり言えばもうなんか出会い系みたいなそんなバカなんですけど、そういうなんかやっぱり分かってんだろうね、中高年が集まる場みたいなとか多いけれどそういうのが多いんですよ。でなんで認証する人じゃないと DM 送れないっていうことにすることによって、変なのが来なくなるっていう、そういういわゆるスパムですねが来なくなるっていうのは、ありますよね。なんですけれど、まあ、もしくは相互フォローをしてれば、どちらからでもその相互フォローしてる間っていうことはもうお互い知ってる者同士だからっていうことで、相互フォローをしていれば DM 送ったり送られたりっていうことがあるみたいでございます。はい、ただね、じゃあ私のツイッターの運用がどうなってるかっていうと、私のツイッターの運用っていうのはあくまで自分の情報を拡散することと、それから情報収集のために今使ってます。まあ、それで情報を送っていただけるっていうこともあるんですけれど、ただ
皆さんフォロワーさんを全部あのフォローをしてしまうと、もうフォロワーさんの数だけというか、まあ、自分が今7400かなぐらいフォロワーさんがいらっしゃるんですけれど、まあ、そのフォロワーさんを全部フォローしてしまうとですね、もう自分のタイムラインがものすごいことになってしまって、であの情報になかなかたどり着けないということに なりますんで、ですから私がフォローさせていただいている方っていうのは、私が情報を必要としているところ、まあ、ですから主にその鉄道会社の公式とか、あの仕事上であのお付き合いがあった方っていうことに今限らせていただいておりまして、でこれは今後も変えていくような方針ではございませんので、ですから皆さんから私に対して、DM を送りづらくなると思います。皆さんが認証をされてないと私に DM が送れないっていう形に今後なってくると思います。ね、認証されるためには月1000円ぐらい払わないといけないんですよね。月1000円か年額で、まあ、ここでカナダでやると月年105ドルかなんかだから、1年やると105ドルかなんかちょっと安くなるんですけれど、私も今認証マークはもらってません。昔はこれあのツイッターがこの人はあの影響力のある人だっていう、ですからもう、まあ、かなり有名芸能人とかあの YouTuber でも相当フォロワーさん持ってる人じゃないと、もう100万人ぐらいの単位で登録者を持ってないと認証されなかったんですけど、今はその認証マークっていうのはお金で、買う、つまり、まあお金を払ってツイッターに審査を受けてもらって、この人は普通の人ですねって言われたら認証されるっていう仕組みに今なってるんで、うん、DM を送るためにわざわざ金払ってツイッターから認証されたいかどうかって言われるとちょっとまあ微妙な感じもしてきますが、まあ、そんなこともありますんで、まあ、私はあの基本的にあの申し訳ないですけど、皆さん全員をフォローするってことはできないんで、あのフォローに関してはもう本当にあの必要最低限に留めたい。今ですから私のフォロワーさん、フォローしている数、フォローしているのは23なんですね。でフォロワーさんが今7400という形になってるんで、基本的に今後、この方法でいきますから、あの DM とかを、まあ、皆さんから私に対してツイッター経由でお送りいただくっていうことは、やりづらくなると思います、はい。まあ、あの申し訳ないんですけれど、どうしても連絡が必要な場合はメールで送りいただければ結構ですけれど、あのこれメール、まあ、あのメールアドレスに関しては私も YouTube のところにあの公開してますから、まあ、そこからメールをたまにいただくこともあるんですが、メールはあの情報提供とかそういったものを、まあ、メールでお送りいただくのはできればご遠慮いただきたいなと思います。あのメールは本当になんかこう仕事として何か必要なことっていうことに限らせていただきたい。あの私と、まあ、何かそのまあ、YouTuber さんとコラボするとか、まあ、例えばこうなんかオフ会をするのにこういう、ご提案がございますが、まあ、そういうあくまでビジネスですね。あの普通の感想とか、あとあの、うん、なんだろうな、アイデアとか、そういったものではちょっとないので、そこのところはできればご遠慮いただきたいなというふうに考えてございますので、ちょっとすいません、コミュニケーションが取りづらくなってくるかと思いますが、まあ、あとは、まあ、私がのツイートに対してなんかこう、うん、そこにあのコメントをつけるとか、まあ、そういった形でお知らせいただければなというふうに思います。はい、ということで、今日はちょっとまあ YouTube の収益化、最後にちょっと Twitter の話をしましたけど、そんな感じでございます。ご視聴どうもありがとうございました。